撮れてるかな皆さんお久しぶりです看護師のしきですいやー前回から多分2週間ぐらい動画開いちゃいましたごめんなさい久しぶりに体調不良でした今日は夜勤明けで23時間ぐらい寝たら夕方から動画撮ろうかと思ってたんですけど今何時だと思いますか夜の9時 <laughs> 寝寝すぎちゃいいましたととうこでで今寝起きですさっき起きた時は夜なのかそれとも次の日まで寝ちゃって朝でまだ暗い時間なのか訳わ,わかんなくなっちゃって <laughs> 混乱してやっと落ち着いたところです。<laughs> 今日の夜勤はね、すごく忙しくて、担当の患者さんでちょっと月切りで対応しなきゃいけなかったので、当直の先生もあの月切りでいてくれたので、薬の指示が出たらもうパパパって準備したりとか、患者さんに変化があったらすぐに先生に報告してっていう感じで、あっという間に一晩終わった感じです。私が対応がこう難しい分、他のスタッフがこう手伝ってくれたんですよ。 もう本当にありがたい。改めて医療ってこうチームワークだなと思いました。まあ忙しいは忙しいし、もちろん休憩はないんですけど、こうみんなで乗り越えた夜っていうのは、頑張ったなって <laughs> 思えるようなそんな夜でした。最近ね、結構ニュースとか見ると、なんだろう、気がめいる、んね <laughs>、ことが多くて、 で改めて看護師のお仕事についてとかもすごく考えてでふとこう自分の看護師生活を振り返ってみて一番大変だった時期私はやっぱり新人看護師時代だと思うんですよねこの時が一番辞めたかったなーって で、新人看護師さんはちょうど2ヶ月ぐらい経った時期だと思うんですけどちょうど私が自分を見失っていた時期というかすごい悩んだ時期だったので今日はですね同じように悩んでいる人がいたら心の支えにねちょっとでもなれたら嬉しいなと思って新人看護師時代につい考えちゃったこととかどうやって乗り越えたかとかそういうことをお話ししていこうと思います。 私はもう最初もう仕事ができない自分が本当に嫌で私役に立つのみたいな自分に自信がなかったですね頑張って自分ではやってるつもりでも先輩に指摘されるしできない分勉強しようって思うんですけど帰って寝ちゃうんですよ休日とかも結局夕方ぐらいまでいつも寝れて何もできなかったっていう感じの気持ちのまま仕事に行かなきゃいけない っていう感じで看護師そもそも向いてんのみたいな <laughs> 間違ったかなってすごく悩んでたんですよでもその時の私に言いたいことっていうのがあって誰でも最初はできないことが多くて当たり前なんですよすごく専門 知識が必要ななお仕事じゃないですかで学校の時にもちろん国試もあったししっかり勉強した後とは思うんですけどいろんな知識が一気に必要になるじゃないですか看護実習って言ってもやっぱり学生さんにできることっていうのはすごく限られてるので本当に初めてのことばかりだからできないことが多いっていうのは大丈夫みんな最初は誰でもそうです もしかしたらできない新人だと思われてるかなってねちょっとネガティブに捉えちゃうこともあるかもしれないんですけど最初はみんな一からのスタートなので。 一日一日できることがこ少しずつ増えていけたらいいなっていう考え方にしたら私は少し楽になりましたそうやってできないことが一つでもトントントンとできるようになっていく積み重ねていけるようになると自信にもなりますしあと周りからのこう信頼にもつながると思うんですよなのでできることに目を向けると嬉しいことが増えるんじゃないかなって思います私は本当にでできなかったんですけど <laughs> なんかそういうふうに考えるようになって日記つけてたんですけど一日の最後にできて嬉しかったことを書いていったらなんか少しずつ自信になっていった気がしますでもほんと些細なことですよ <laughs> 患者さんに喋り方好きだって言ってもらえたとか情報収集が昨日よりうまくできたとか <laughs> 一歩一歩で大丈夫ですまだだってね2ヶ月だから <laughs> ままだまだスタートしたばっかりなのでゆっくり皆さんと一緒に歩んでいけたらなって思っていますあとですねもし頑張らなきゃ頑張らなきゃって思っている人がいたら頑張らないことも時には大事だと思います一回深呼吸して <laughs> 力を抜いてみてください頑張ろう頑張ろうってこう無理しちゃうとやっぱり心も体も疲れちゃうんですよ 私も疲れすぎちゃってそもそも出勤が本当につらくてお腹痛くなったりしてました。でも最初からこうすいすい っていうのはいないので自分のペースで大丈夫だと思うんですあとね自分ででで全部解決しよようと思わなくてて大大丈丈夫夫すすどどどどん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 先輩に聞いちゃって大丈夫ですこれよく私新人看護師さんに言うんですけど結構どうしたらいいんだろうって思って考,て考えて考えて考えてこう動けなかったりとかあるじゃないですかもうそういう時はどん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 先輩に相談してください私も くさん相談します私最初はの先輩に逆に聞きすぎるとそれぐらい勉強してきなよって思われるかなと思ったんですけどこういうことも先輩に聞いていいんだって思ったらだいぶ心が私は楽になったのででもしそれでもこう聞きすぎじゃないって思われるのはちょっと心配だなって思った人はここまでは自分でこう調べてきたんですけどとかここまではこう考えたんですけどここからがちょっと分からなかったんですっていう途中まで自分がちゃんと考えたんだよっていう っていうのをアピールできれば先輩もあちゃんと考えているんだなとか勉強してきてるんだなっていうのが伝わると思うのでそういういな聞き方をすすることもおすすめしますあと私が伝えたいことはうんとね何だっけ <laughs> あそう最初の病院がもう全てではないなんて言うんだろうあのね結構病院によって働いている空気感違うんですよ。 だからもし合わないなって思ったら自分のせいだと考えちゃう人が多いと思うんですけどこの職場合ってないのかもしれないって考えることもありなんじゃないかなって私は思うんですね私はですね最初働いた病院がですね結構長くその病院にいた方がやる気があるって見られてたんですよだから結構遅くまで残っているスタッフさんとかも多くてで私はどっちかって言ったら早く帰りたいな って思うタイプだったんですけどそれを先輩に相談したら私はその日勤の時は用事入れたりはしないよとか言われてあそんなもんなのかなって思ってたんですけど次転職した病院はですねもう皆さん定時で帰ろうみたいな感じで終わってない人がいたらもうどこ終わってないってもうどん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 みんな声掛けをしたりとか私はもう断然そっちの方が働きやすかったのでこんなに病院によって考え方違うんだってその時 気づいたんですよ最初の病名ももちろんたくさん勉強にはなったんですけど働き方では転職した先の方がすごく心の余裕にもつながったんですよ。 看護師の特権っってて職場を選べるるいううとにあると思うんですねもし自分が辛いなってこう気持ちが強くなった時にじゃあ自分はどういうことをこう仕事で求めているのかなって考えてみるのもおすすめですね。こう仕事で大事なことって人によって違くてね、もちろんお給料っていう人もいるしあとこう働いて気づいたけどもっとこう専門的な病院で働いてみたいって思う人もいるかもしれないしあと夜勤がない働き方 例えばこうクリニックとかそっちの方が自分にとって働きやすいっていうこともあるかもしれないしこういう形だったらより自分にとって働きやすいのかなっていうのが見つけられるとままた新しいい道を探すすきっかけになると思います今ちょっと辛いなっていう気持ちもあると思うんですけど今している経験っていうのは絶対無駄にはならないです。 なので、どうしても辛いと思ったら、心と体っていうのは本当にすごく大事なので、こう自分に素直に息を抜いて、もうちょっと楽にこう過ごしてみてもいいのかなって私は思います。看護師人生始まったばっかりの皆さんにとって辛い時期でもあるとは思うので、皆さんが無事乗り越えられるように応援していますよ。 今日ね、久しぶりになっちゃった、もう。体調もですね、あの、だいぶ良くなってきたので、また動画投稿頑張りたいと思います。ぜひ、応援していただけると嬉しいです。今日の動画が良かったよと思ってくれた方は、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録してくださいね。今日の動画の感想もお待ちしておりますよ。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。